こんにちは。パネルクイズアタック25司会の片脇よしです。問題を差し上げます。相馬ひろみです。今日もアメリカ旅行を目指していただきましょう。さあ今日もなかなか優秀な皆さんが揃っているようですが、早速始めましょう。相馬さんよろしく。ギリシャ神話でメドゥーサが首をはねられた時に、その切り口から生まれたとされる。赤の方。その通り。よくご存知でした。13番に赤が点灯いたしました。さあ、どういうことになるんでしょうか。さあ、問題です。どうぞ。打楽器のアンサンブルという意味があるインドネシア。赤の方。結構。お見事、正解です。赤の。さあ、何番。19番。そこを取ったか。参ります、この問題です。どうぞ。目の前にある利益を得ることに夢中になって、他のことに気づかないことを例えて、鹿を。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。25番。25番に赤が点灯いたしました。さあ角に入られたわけですが、参ります。問題です。どうぞ。シェイクスピアの名作ロミオとジュリエットの、ジュリエットはキャピレット家の娘です。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。24番。24番に赤が点灯いたしました。こういう形ですが、さあ参りましょう。相馬さんよろしく。ビオラ、ギター、マンドリンの3つの楽器の中で、一般に最も弦の。青の方。結構。よくご存知でした。青の方。さあ、何番。18番。そこを取ったか。問題、どうぞ。柔道の試合の反則は4つあります。反則負け、警告、注意。赤の方。結構。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。23番。23番に入った18番の青、赤に変わります。さあ、こういう形になったが、ここで皆様をご紹介したいと思います。さあ問題です。どうぞ。日本で最大規模を誇る東京証券取引所は、その所在地の名。青の方。結構。他の方も押されたんですが、一瞬早かった。青の方。さあ何番。14番。14番に青が止まります。参ります、この問題どうぞ。1960年1月19日に国論を二分した日米の新安保条約が調印。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。15番。15番いった。14番の青、赤に変わります。はい、そういうことです。では次の問題です。どうぞ。郵政省が発行するくじ付き初中お見舞い。赤の方。その通り。
10番に赤が止まります。この問題です。どうぞ。食料管理法に基づいて政府が農家から買い入れる米の価格を何という。白の方。さあお立ちいただきます。3人で参ります。この問題どうぞ。アメリカンフットボールで選手が反則したときレフリーが投げ入れるフラッグの色は何色でしょう。青の方。その通り。よくご存じでした。青の方。さあ何番。17番。17番に青が点灯いたしました。さあ角に飛び込むのはどなたなのか楽しみです。白の方。あと1問のご辛抱。この問題です。どうぞ。1886年アメリカに自由の女神を競う。赤の方。その通り。はい結構です。まさにその通り。白の方。お戻りください。そして赤の方。さあ何番。21番に入った。17番の青赤に変わった。見事角をものにされましたが。さあ他の方頑張る。次の問題です。サウナ風呂の発祥の地として知られる森と湖。赤の方。その通り。お見事正解です。赤の方。さあ何番。22番に赤が止まります。はいそういうことです。赤の方。目下のところ好調ですが。さあ問題です。日本で市販されている牛肉の表示は業界の自主的な公正競争規約により大きく3つに分類されています。国産牛、輸入牛と。赤の方。その通り。はい結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。7番。さてこの取り方何か作戦があってのことか。リードを広げましたがこのまま行くのか。次の問題どうぞ。国旗の表と裏の紋章の。赤の方。結構。お見事正解です。赤の方。さあ何番。1番。1番に赤が止まります。さあ角に入られたわけですが。さあ他の方頑張る。次の問題です。バーボンウイスキーのバーボンとはアメリカの何州。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。10番。そこを取ったか。赤の方。目下のところ好調ですが。さあ問題です。エコマークは環境に優しい製品につけられるマークです。この制度を初めて採用。白の方。その通り。はい結構です。まさにその通り。白の方。さあ何番。11番。11番に白が点灯いたしました。はいそういうことです。参ります。問題です。どうぞ。毎年ノーベル賞受賞式が行われる12月10日はもともとどんな日。赤の方。その通り。お見事正解です。赤の方。さあ何番。16番。16番に赤が止まります。リードを広げましたがこのまま行くのか。次の問題どうぞ。
アメリカ独立宣言の作成にも携わった政治家でもあり、平井赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。6番。6番飛び込んだ。11番の白が赤に変わった。こういう形ですが、さあ他の方頑張る。次の問題です。1967年3月4日外国人として初めて十両に昇進した李赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。5番。5番に赤が点灯いたしました。さあ角に入られたわけですが、さああと1問でアタックチャンスになるのか。慎重に参りましょう。問題です。どうぞ。幕下付け出しでデビューした学生相撲出身の力士の中で横綱まで昇進したのはこれまで。青の方。その通り。お見事、正解です。青の方。さあ何番。12番。12番に青が止まります。さあどういうことになるんでしょうか。こういう形で鐘の音が聞こえてまいりました。さあここで大事なアタックチャンスですが、このアタックチャンス遺憾によって勝利の道がぐっと近づくわけです。それではまいります。アタックチャンス。発見者であるイギリス人の探検家の名がついているマッケンジー川がある国はどこでしょう。緑の方。その通り。見事にアタックチャンスをものにされましたが、どういう作戦で来るのか。まずは何番。3番。3番に緑が止まります。そしてアタックチャンスの狙い目は何番。21番。なるほど、そういう作戦で来たか。さあアタックチャンス後の問題は大切です。参りましょう。相馬さんよろしく。江戸時代中期の祭神平賀源内が吹く赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。8番。8番いった。12番の青赤に変わります。さあどういうことになるんでしょうか。これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚。大事な問題です。行ってみましょう。全国50カ所にあるのは地方裁判所では、全国8カ所に赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。4番。4番に赤が止まります。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。忙しく立ち回ることを太鼓の音を例えて。赤の方。結構。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。2番。2番に入った。3番の緑が赤に変わります。はい、そういうことです。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。百年戦争はイギリス。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。9番。角に入る絶好のチャンスだったんですけれども、さあこれが今後にどう影響するのか。さあご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。さあパーフェクトなるのか。問題です。どうぞ。和歌や物語の本質を物の哀れにあり
とする説を説いた赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、ラストコール。21番に赤が止まります。ボード上をご覧ください。お見事、パーフェクト達成です。赤のアメリカ旅行挑戦権獲得、おめでとうございます。お見事。せっかく優勝されたのですから、アメリカ旅行にいらしていただきたいと思います。はい、今日はある国の名前をお当ていただきます。このパネルの取り方は文句ないでしょう。アメリカ旅行獲得なるでしょうか。ある国の名前 VTR スタート。その国とは、その通り。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ここで皆さんと一緒に確認してみたいと思います。アメリカ旅行いらしていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。アメリカ旅行を獲得したことをお伝えして、それではさようなら。2つ25